はい、退楽の窓です。今回の話題、巨色なソウルの展示会、金と信用を欠落し、世界が見放す文化水準。彼らなりにその不満の言い草と理由を一生懸命叫んでいるわけでありますが、そんな話題も、そんな彼らの声も動画の中で紹介してまいりますけれども、私たち日本人や諸外国から見たら、 問題はそこじゃねえだろうと突っ込みたくなるわけであります。半島地域内だけの問題であれば、我々は関わり合いのないこと放っておくわけでありますけれども、私たち日本人も十分被害、迷惑、損害を被っているからこそ、今回も皆様と一緒に突っ込んで参りたいと思います。また動画の後半では私が今住んでおりますこちらタイ、タイ人の声、 韓国はルーツのない国という話題からタイ人の歯に気ぬ着せぬ声を皆様にお届けしてまいりたいと思いますチャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録何卒よろしくお願い申し上げますまた同時に XQTwitter もやっております大楽こちらでは言いたい放題をさらにやっておりますので ご興味ある方は是非、ぜひ合わせてフォローいただければと思います。ということで、早速今回の話題に参りますけれども、今回の話ですよね、一言で言いますと、韓国への国宝級の文化財や、 美術品、そういったものをですね、世界から、まあ、要するに貸し出しが行われないと、展示品として貸してくれと言ってもですね、世界中の国は嫌だよと、こういうね、話であります。だから彼らの首都ソウルの美術展なんかでも、日本のような名画展、美術展などが、なかなか開かれないということで、ろくなもんしか展示してないよというね、彼ら自身がこのように、わめく、嘆く、 こういう状況になっているわけでありますが、まあそれが今回のニュースでありますけれども、なぜかというと、後ほどですね、そのあたりは皆様と一緒にガンガン突っ込んでまいりたいと思います。まずは彼らがなんでそうなるのかというね、まあ今度55号のような話になるわけでありますけれども、その思考からこのように見てまいりたいと思います。こんなことをね、彼らは分析、自己分析しているわけでありますが、 高級な輸送診や保険料がまずかかるということで、まあかかるったってですね、そんなもん当たり前だろうと思いますけれども、ね、そこをケチり出したら、愚痴り出したらもう話にならないというところだと思います。そもそもそんな精神状態でですね、そんな心構えでですね、美術品をお借りする資格すらありませんと。 いう話でありますけれどもね、特に保険料、保険料についてですね、高いだなんだ言ったらもうお話にならないと、大落は思うわけであります。そして、韓国の美術館の予算の問題もあるよと、このようにね、言い訳をしているわけでありますが、まあ国も国民もそこにお金を投入する気がないと。 いうところですよねそんな価値観だということでそれを別にね悪いとかとやかく言うつもりは他人の私たちが言う,言うつもりもねないという話でありますけれどもだったら世界中の名画だ美術品だを並べたところでですね結局はですね仮に仮に彼らがお金を払ってそういうものを並べたところで誰も関心なんかねえだろうという話ですよね。 はい。そして、国立博物館や私立美術館はみんな無料でやっていると。このように、だから予算がないんだという話でありますけどもね、収入源もないんだと言っているわけでありますが、要するに、ロハじゃなきゃ見ねえと。こういうね、国民性なわけですよね。見向きもしないと。 いうことであります。看護鳥でろくにね、来館者もいない。こんな状況ですからね。ということは、そもそもなんで世界の名作が展示できないんだじゃなくて、問題意識の向けどころが、これ、全く違うだろうということですよね。国民に興味があって見たくて仕方ない。だから、世界的な有名作品が、 集まらなくて投げちゃうよと、こういう話したらまだわかるんですけども、これ順序がめちゃくちゃですよね。でもって結局日本や欧米諸国は国立であってもそれなりにしっかりとした入場料を取っているので、我が国もそうすべきだと、このようにね、言っているわけであります。我が国の無料展示こそが文化水準向上の 障害だとこのようにね、結んでいるわけでありますけれども、やっぱりこれ聞いてですね、皆さんどうでしょうか順序が安倍・小梅、めちゃくちゃだと私は思いますけれどもね、じゃあ、有料にしたら文化水準が上がるのかというこういう話ですよね。そもそもみんな興味がないんだから、お金取ったらもっとこ、こなかろうと思いますけれどもね、文化水準ってその意味すらわかってるのかなと不思議に、 まあちょっとね疑問に思うというふうにさえなるわけでありますけれどもそもそも文化とはですねその国民の精神性と個性によって芸術や知的な生活習慣などを生み出すその価値観は伝統によってある部分普遍的に受け継がれていくと このようにですね、今回皆さんにね、こういう配信をするにあたって大楽なりに簡単にまとめてみたんですけれどもね、文化とはということでありますけれども、皆さんこの辺はどうでしょうかねいろんなご意見があると思いますけれども、半島さんにその精神や個性や伝統なんてもんが一体どこにあるんだよと。 いう話になってしまうわけであります。まあ確かにお金の問題もね、あるでしょうけれども、要するに予算投入をケチるという、その国民性、そして国民も入場料をケチるという話。だから世界的に有名な美術品も展示することなんかできるはずじゃねえと、こういうことですよね。それはそうでしょうよと、しかも本質をごまかすなと。 いう話になってくるわけであります。はい。さてですね。まあ、ちょっとあんまり言いすぎるのも何なのかもしれませんが、ここで皆さんと突っ込んで参りたいと思いますけれども、要するにお前ら諸外国から名作だ価値ある美術品を借りたいだって言ったところでですね、相手はこう思ってるんだよと、 ということをね、まずは自ら考えるべきなんですけれどもね、要するに大落は何を言いたいかというと、貸しても帰ってこねえと、こういうことであります。その戻ってくる信用がないということですよね。すなわち、約束通りに返却する保証を、厳重に保管管理する保証、問題児に責任を取る保証、み,みんなこれね、自治会の保証でありますけれども、 こういう信用がねえと、こういう話だと大落は思います。これは何よりも日本の津島の仏像ですよね。東南事件、韓国で盗賊団が捕まり盗んだものも国によってですね、行政によって確保されたにもかかわらず、それはオレンチのだと言い出して返さねえと、こういう事件に発展したわけでありますよね。そして12年も経ってしまった。 これが世界中にずっと当初から報じられてきたわけであります。ですからあの国に物が渡ったらやべえぞとこういうことになったんですよね。そしてさらに言えばですね、例えば2018年12月、韓国国立中央博物館というところで、ここでね、なんかやるんだっていう話ですよね。日本にもなんか貸していけろとこのように言ってきたわけでありますけれども、 日本は貸し出しを断った。こういうことにね、当然なるわけであります。それからもう一つ、フランスについてもですね、同様に申し出があったそうでありますけれども、フランスも韓国大統領が借用書を書けば貸し合ってもいいぞと、こういう話になったそうであります。まあ実際、借用書とまではね、そんな露骨な証言は、 していないとは思いますけれども、ただね、一応何で,んでしょうね、これ念書のような類を国家としてですね、国家として、国家の代表として変えてきてくれたらまあ信用すると、こういう話になった。これ実際にはですね、断り文句ということですよね。いくらなんだって、韓国だってそりゃ、国家のメンツというものがあるでしょうからね、そんなもん書くわけや。 ありませんから。そして世界中でこのようにですね、信用がどん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 失墜していった。要するに日本も断った。津島の仏像の盗難事件もそうですけども、その後日本は貸し出しを断った。フランスも断った。その他のね、欧米諸国も断った。こういう話があっても、どん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 信用が失墜していったという話であります。例えば先ほどの日本に貸してけるの話でありますけれども、 直前にですね、この時直前に向こうではこんな報道もあったということです。こんな発言でありますけれども、東京国立博物館所蔵の阿弥陀仏三村図軸ですよね。が、韓国にあれば国宝や宝物に指定されていたはずの文化財だ。韓国外にあるのが残念だが、 積極的に韓国内展示を誘致して研究と観覧をすべきと、こんなことをですね、向こうの博物館の館長が言い放ったもんですから、日本はゾッとしたわけですよね。もうこれ向こうに渡ったら絶対に帰って,帰ってきやしないと、このように思ったわけであります。 もしこの時ですね、ただですね、とはいえですね、2018年の時にこれを日本、お人よしの日本が貸し出してもしていたら、もうどうなっていたんでしょうかね。本当にね、ゾッとしますよね。やっぱりね、何度も言いますけれども。 彼らの理屈は簡単であります。日本に略奪されたものだ。歴史的に見ても我が国起源のものだ。こんな理屈を繰り出しながら、偽物と例えばですね、その後すり替えて送り返す、そんなね、疑わしい余計な心配まで日本人としてはせざるを得ないということがありますよね。それから、盗まれるあ、あるいはですね、破壊されて戻ってくる、そんな話も、 当然、想像するわけであります。津島の一連の盗難事件で一つ一体はですね、帰ってきましたけれども、仏像さんがあれはね、賭けで帰ってきてしまいましたからね、そんな話もあるわけであります。美術作品としての価値はもう、彼らにとっては私が見るに二の次で、金はけちるが資産価値には関心ありと、こういう話ですよね、簡単に言えば。地獄の歴史起源として誇りたい。 他人のものを何でも欲しがる。こういうね、気質であります。お前らは万能壁画があるんだから、それでも見て喜んでろと。こういうことをね、大略は言ってしまうわけでありますが、皆さんはいかがでしょうか。では、今回のニュースですね、我が国に世界の名作や文化財がなぜ展示されないのだという話に、半島のネットの声をですね、ここで皆さんと一緒に見ながら、 突っ込んでまいりたいと思います。はい、まずはこんな声ですね。未然を切りたくない土下地根性がはびこる国だからなと、このようにね、自分で言っちゃっておりますけれども、なんだかなと思いますよね。これもね、逆に居直ってんじゃないかなとさえ思いますが、だったらそういうところを直していけと。 自分たちに対してではなくてですね、対外的に、よそ様に対してそういうところをやめていけと、このように思いますけれどもね、それから無料で当然という国民性だから、これもね、ある,あるんでしょうね、確かにね、見るだけただどころか、他人のものまで俺のものという国民性ではないかなと思いますからね、本当にもう始末に追えない、そういう状況だと思います。ですからこれ、 本当にね、ただだろうと、有料だろうと話は結局一緒で観光通りだと思いますけれども、ね、ただし、これがもうものすごい資産価値のあるもの、世界的にもですね、貴重なものだとなれば、わんさか人が怒涛トを押し寄せて見に行くということはね、あるんでしょうけれどもね、それから無料でも見に行かないのに、有料だったら観覧客ゼロになる。それが韓国の文化水準だ。はい、正解と。 いうところだと思いますけどそんなに無理してですね要するにですね私客観的に見て何もお金をかけて保険料を払ってそういうものを展示するあるいはですねわざわざ今無料のところをですねわざわざ有料にまでするそういうことをする必要はないと思いますけれどもね今のままでいいんじゃないでしょうかね それからこれは今回のニュースのものに対するものではありませんけれども、韓国の文化財を取り戻せ。こういうね、もう本当にね、こういう彼らの気質でありますが、そういうね主、主題に寄せられていたコメントもありましたので、これをちょっとご紹介しますと、こんなことを言っております。韓国の歴史と文化、生活様式を垣間見ることができる大切な証拠資料である文化財が、 海外にたくさん散らばっています。国外文化財はアメリカ、日本など25カ国になんと2 1 4千0 <laughs> なんでこういう正確な数字が出てくるんですかね。214208点も散らばっています。国内にある文化財数が4067点であることを考えると膨大な数字でしょう。 現在国内関連機関でこのように海外を漂う韓国文化財を取り戻すこと、国外文化財奪還のために絶えず努力しています。ということでね、本当恐ろしい話でありますけども、私たち日本人が聞いたら21万点って一体どうやって感情したんでしょうかね。要するに海外のそういう美術人国立博物館のようなところに展示されている 朝鮮半島期限のものは全部オレンチノだと勘定して歩ったんでしょうね。ですからそれは全部取り返せと、こういうね、その渡った経緯なんか関係ないと全部略奪にだと言ってですね、取り戻そうと、こういうね、話ですよね、おそらくね、彼らは。ただ我々から見れば、特に大落から言わせればですね、そういったもののほとんどは売って監禁されたんじゃねえのかと、こういう話になるわけであります。 はい。それから今のね、そういった状況に対して、彼らの理屈に対して、こんな意見が上がっております。そのほとんどは日本にあるはずだ。こういうことをね、言うわけでありますけれども、まあそう、当然そういう思考にはなるでしょうよと思いますが、以前大落でもやりました。それは朝鮮当時時代に日本の資産家さんがお金を出して一生懸命ですね、彼らもね、貧乏をこいているところですからね、 お金に買いたいというところでいろんな骨董品を持ってくるそれをね、資産家さんがお金を払ってね、買い上げてあげたそういうものがね、たくさんあるわけでありますけれども、それ今になって、今更になって全部略奪にだとこういうことをね、言い出したんですよね。だから返せと、こういうね、ことを言い出しているわけでありますけれども、本当に。だから信用ならないと。 いうことです。一切関わっちゃいけないというのが、こういうところでも、この話一つでも出てくるわけであります。この話題もね、皆さんぜひ、まだの方はご覧いただきたいと思います。はい、それから、略奪された文化財が略奪した国で、良心的に戻すべきではないか。海外有名博物館に行けば、ただ過去の派遣国たちの植民地、戦利心の展示場のようだが、 特に英国大博物館は大半が英国固有の文化財ではない植民地文化財であるとこういうことをね言っちゃっております。確かにそういうものをね特にね大博物館あるでしょうよとは思いますけれどもそれをですね西洋人の侵略とそういうねそう戦利品というのはたくさんあるとは思いますけれども中にはそれとですね日本の 一色たんにすんじゃねえとこのようにね思いますよね。はいということで最後にですねいつもの通りタイ人の声今回はこんな投稿主の声からご紹介します。韓国は ルーツのない国、文化がなく、自国の歴史がない、新興国だという意見をいろいろなサイトで見かけますが、それは本当なのでしょうかわざとらしいですね。疑問に思いましたと、こういう投稿でありますけども、今の韓国という国と、それ以前のね、朝鮮半島のいろんなね、王朝なり国,国家なりを、 分けてしまったらもうそれで話は終わっちゃうわけですけれどもね今の韓国が100年にも満たないような新興国国これ確かにその通りということでありますけれども李氏朝鮮を仮にじゃあ混ぜてあげてもまあほとんど変わらない同じようなもんだと退落は思いますが皆さんはどうでしょうかねまあ私の意見よりもここではねタイ人の声をだじゃんじゃんご紹介してまいりたいと思いますまず1人目 1000年以上前、まあ1000年どころかもっとね、千数百年前だと思いますけれどもね、東欧朝はくだら公国を滅ぼし、朝鮮半島を統一しましたが、多くの兵士も失いました。正直よくわかりませんが、彼らの歴史は2000年前に遡り、タイのわずか700年よりもずっと古いことになりますと。 こういうね、タイ人のまずは意見でありますけども、ただまあ少なくとも半万年の歴史ではないと。これね、このタイ人の人の意見でも、そういうね、半万年、五千年はないということですよね。まあ万能壁画が韓国の歴史を物語るわけじゃないということであります。半島ではちょっとまともそうな人でもですね、例えば航麗だらあたりから自分たちの 国がですね、大韓民国の歴史のルーツだとこうわめくわけでありますけれども、タイ人もそこから2000年という話で理解しているんでしょうかね。まあもっとしどい人になれば半万年とか2万年とか3万年とかこういうのもね、関東にはいるわけでありますけれども、まあそれに比べたら数字から言ったら2000年というのはまだマシな方かもしれないということです。 まあ、ただですね、この2000年前のくだらなコくりだと言ってもですね、それこそですね、それすらですね、李氏朝鮮ですらねえだろうということですからね、もう今の韓国とは何も関係もないという話になります。しかしながらそれに比べてタイはまだまだ歴史の浅い国だと、皇太陣はね、つぶやくわけでありますけども、ある意味これも謙虚だ そういうね、意見だと思いますよね。タイの歴史が700年ということですから、まあ、通常タイでは、スコータイ王朝が発足した時から、勘定するということになっているわけであります。ただし、その前にも今のタイの土地はね、当然今のタイの土地はあったわけではありますし、朝鮮半島があったように今のタイの土地もあったわけで、 そこにタイ族もいて、文化もあって、他の部族による、まあこれね、あくまで他の部族によるですけれども、王国もあったということですからね。ですから、半島のような感情の仕方をもしタイでもしたらですね、同じような感情の仕方をしたら700年どころじゃなくてもっと何千年と。 サハナこともできてしまうということになるわけであります。ですから先ほど私はですね、まあタイ人はしっかりね、その辺はきっちり見ていて、謙虚だなと、こういうふうに言ったわけでありますけれども、それから、日本、中国と韓国をよーく比較してみよう。 韓国には見るべきものがありません。それが韓国人に劣等感を植え付ける原因となっている。タイのような文化的な豊かな国から見た近隣のカンボジア人やラオス人と共通点がありますということでね、韓国はそういうね、共通点があると、この人は言っております。はい、それから次。タイはすでに多くのものを世界に売り込んでいます。タイ料理、タイのデザート、キックボクシング、 タイチェス、タイマッサージ、タイのビーチ、パッタイ、パッタイというね、タイ料理がありますけれどもね、麺のね、はい、皆さんご存知だと思いますが、それから猫、シャム猫なんて日本では言いますよね、それからなんと言ってもこれですよね、微笑み。アセアンの多くの国がこれらの事実でタイを市場にいまいましく思っているわけです。自分たちにはアピールすべきものも キャッチフレーズもないと、ということでね。まあ確かにそういう嫌いはあるかもしれませんよね。カンボジアはただね、とはいえカンボジアなんかアンコールワットがドーンとありますからね。世界に名立たたる。 はい。ですから、あれはね、確かに、もういいとは思うんですけれども、正直、正直これ、その国がいい悪いではありません。ただですね、じゃあ何があるかと思い浮かべられないのは、例えばラオス。ラオスってね、いまいちね、ちょっとね、なかなか思い浮かべづらいですよね。世界的にはね、客観的にはね。ミャンマーもそういった意味ではなかなか出てきませんよね。まあ皆さんもある、いや、そうじゃないよと。ミャンマー、例えばこれがある。 ラオスにはね、世界的にこれがあるという話であれば、ちょっとね、別ですけれども、あ、退落はちょっとね、いまいち弱いかなと、確かにこれは事実だと思っておりますけれども、それから、日本が韓国によって経験した実態ですが、タイ人もこういう目に合っています。これは何を指して言ってるかというとですね、これまで散々日本のあらゆるものが韓国によってパクられたということですね、そんな動画をタイ人は以前上げておりまして、タイ落もその話題を 取り上げたことがあります。こちらもね、まだの方は面白いんでね、ぜひ合わせてご覧いただければと思いますけれども。はい、そしてまだ続きます。カンボジア人の中には、タイがクメールのボクシングを盗んでムエタイになったと主張しようとする者も,もいます。そのカンボジア人は、証拠としてアンコール・ワットの彫刻に描かれている動きがムエタイそのものだ,だというのです。ということでね。 これ、カンボジアの人もね、まあ言ってると思います。確かに、ね、そんなようなことは。ただ、そういうこと言うと、本当に、それこそ半島と丸っきり一緒になっちゃいますからね。半島さんも全く同じことを言って、ムエタイは我が国起源だと、このようにね、やっていますからね。万能壁があたりを引っ張り出してきてですね、そういうね、格闘技が昔からあったみたいなことも、確か言ってたと思いますけれども、 まあ、ただね、今回は半島の話題ですから、いずれにせよ、アセアンの、例えばカンボジアとか近隣諸国に対してですね、ジャッジを下すということはね、ここでは、ここでは今回は、対落はやめておきます。控えておきます。はい、それから、韓国自体はロシア、中国と日本の間の干渉国です。韓国の伝統衣装は中国の唐の時代の影響を受けており、 韓国の韓服という言葉も文字で書くと、当の時代から多くの影響を受けていることがわかる。要するに、それはチャイナドレスです。と、こういった意の意見でありますから、歯にきぬ着せぬですよね。本当にこれ、半島にはこれ一番本来は、特に今、最近近頃では一番言っちゃいけないやつですけれどもね、これでまた、半島とチャイナが大喧嘩してましたからね、2、3年前でしたっけ。 はい。そしてもう一つ最後に。確かに朝鮮も昔からありますが、それはね、朝鮮半島ありますよね。そこにいろんな文化も、王国も、王朝もありましたけども。一部の韓国人が想像力を駆使して、すべての起源は韓国だ、などというほどのものは何もない。こういうことをね、言っちゃっておりますけどもね。まあ、タイ人もね、こういうとき、言うときはですね、はっきし言いますからね。 はい。ということで、今回はですね、韓国の国立美術館のようなところで,ですね、展示しようと思っても諸外国がなかなか貸し出さないと、こういう話題で、半島の人たちがですね、嘆いているこういう話題をやったわけでありますけれども、その理由は貸し出したら帰ってくる保証がねえと、この一言にね、大落は尽きると思いますけれども、それにちなんで今回最後に、タイのことわざをいくつかご紹介したいと思います。 えっとね、こんないろんなね、ことわざが、ことわざ言い回し、格言があるわけでありますけれども、5つほどちょっと、まずはじめにずらっと言いますね。馬の足のような高顔無知さ、それから平然と顔を見せる、象の皮のような厚い顔、顔の面の、つら、か、つら、顔の面の皮が厚いか、そのようにね、よく言いますけれど、象の顔とは、これまたすごい、 証言ですけれどもね、それから、外は金持ち、中は瓶も、こういうね、言い回し、それから、口は体より大きい、大きく、まあ、要するにですね、物を言うと、こういうね、見えるということだと思いますけれども、今の5つのことわざ格言、言い回しでありますけれども、皆さん大体ね、これ、想像つくのではないかと思いますが、いかがでしょうか、実はこれはですね、 高顔無知さを証言するしかもねただの高顔無持ちではなくてひどい高顔無知さを証言する言葉で借りたものや盗んだものを返さないだけではなくさらにですねそれに対して反省謝罪するどころか居直る開き直るそんな人を証言して今の言葉全部そういうね 当てはめる言葉だとということであります。一見外見がいくらよく見えても心が表に現れちゃうよというタイの言い回しなんですよねタイ人はこういう人がですね大嫌いというねそんな文化習慣でありますから他にもこれねちょっといろいろ見たんですけども他にも似たような言葉10個くらいありました まあこれ、ね、全部紹介してもしょうがないので今、5つだけピックアップして皆さんにご紹介したわけでありますけれどもですから、関東の、ね、今回のようなニュースもタイ人が聞いたらもうボロクソに言うのではないかと思いますが皆様はいかがでしょうかということで今回もここまでご視聴誠にありがとうございます。 チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録そして今回も皆様のコメント楽しみにお待ちいたしておりますそれではまた次の動画でお会いいたしましょうバイバイ